じゃこんにちは。はい、おめでとうございます。はい、湯永さん、やりましたよ。はい、もう史上初ということで。ねえ、何があっていうか、うん、まあ、4040が、まあ、6人いたんだけども、うん、43、43、すごいね。まあ、43、43はもう一人だけになったというね。なんかその前にね、そう、50-50の話をしているとね、そうそうそう、55-55もいないよっていうと、43-43もいないんだよって話が出てて、4-2-4-2は2人いるみたいだけどな。4-2-4-2ね。あ、だけど、うん、もう未踏の世界に行っちゃったという ね、 ね、あ、すごいな。さらに言うと、またいや、まだそう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 、パスでね、そう、これ、今回もね、先に盗塁をして、そう、43、42っていうかね、そうそう、なってたのが、まず盗塁の話をすると、はい、あの肘にデッドボールね、そう、右肘にちょっとヒヤッとしたよね。ドキッとしました。第3打席、リハビリ中だっただけにね、そうそう、まあ中っていうか今でもリハビリ中なんだけど、防具つけていたとはいえね、ちょっと表情も歪んだりしてね。まあそうだね、騒然となりましたけど、まあ衝撃はあるけどね、うん、まあでもプロテクターしてるから、うん、まあさほどのね大怪我にはならなかったとは思うけども、うん、まあだけど、まあ1、3、それで1、3塁になって、うん、まあまずは盗塁を決めたという ね、 ね、まあキャッチャーも投げなかったということで、まあ、楽勝の盗塁にはなったけども、ね、その後の第4打席ね、第4打席な、うん、あ、やっぱね、ダイヤモンドバックス、うん、大谷翔平に対して、うん、まあ、ある程度その研究をしてるというか、まあ、全チーム経験、研究してるんだろうけども、極端に高めを使うようになったね。その前になんかこう対策として、うん、左腕のマンティプライ投手というピッチャーが投入されたっていうこともあったみたいですね、うん、まあそれもあるし、うん、まあ、徹底的にね、徹底的にねまあそれで徹底的に高めをキャッチャーで構えるんだよね、うん、まあその一つにデッドボールがあるんだけども、うん、ホームランを打った打席も、まあ1球目こうなんか高めのいっぱいのボールとか、うん、あ、2球目はちょっと甘かったんだけども、それ見逃して、それも高めだったんだよね。で、あ、どうするかなと思ったらもう一回高めに行くんだよ、うん、そしたらそのボールが少し甘く入って、うん、まあレフトスタンドの方に掘り込んだんだけども、でもちょっと間違えたらホームラン打たれるね。本当ですね。だからね、ダイヤモンドバックスがこれ4連戦あるのかな、うん、今日から入れて、うん、で、あれだけの高めを要求して、まあ、次の日も明日も明後日もってなってくると、うん、ちょっと間違えたらホームラン結構打つね、大谷は。なるほど、うん、だから45-45っていうのはすぐ達成するかもわかんない。すごいね。なんか対策をしててもそこをかいくぐってくるというか、対策になっていないというかやっぱりね、人間のやることだから、うん、正確には来ないんだよね、うん、やっぱちょっとでも間違えるとさ、高めのここだけしか打てないっていうところはあると思うんだけど、うん、高めの1球ずれたらとか、もう2球ずれたらとんでもないことになるという、まあそういうバッターだけに、うん、やっぱ対策をしてもね、なかなか難しいと思うよ。なるほど。で、大谷のそのスイングの軌道上、うん、やっぱある程度低めの方が振りやすく持っていきやすいんだと思うんだよね、うん、相手からすると、うん、そう見えてると思うんだけども、やっぱ大谷の高めの対策っていうのも、うん、やっぱ肘の高さを変えるからね、うん、こう打ち方で例えばこういう風に打つんじゃなくて、こう肘を上げて脇を上げて打とうとするから、あの縦振りのね、そうそうそう、うん、だから高低というのも確かに高めを打ちづらいかもわからないけども、うん、大谷は対応してくるだろうなっていうふうには今日の打ち方見たら見えたね、そういうのがね。なるほど。はい。で29球場制覇ということでね、うん、これはなんかやっぱすごいなと思うのは、うん、まあ大谷に至っては関係ないのかもわからないけども、うん、なんかやりにくいとか、なんか集中しにくいとか、この球場のかなんか形がとか雰囲気とかね、いや、そうそうそう、うん、があると思うんだけど、うん、全く彼には関係ないね。ねえ、もう打ってない球場なくなりますね。まあそうだね。これ全チームからは打ってるんだけども、そうそう、17日にね、カージナルス戦で、うん、
ホームランを打ったのが全30球団からのホームランというふうになってて、そうそうそう、で今度球場別では日本選手最多の29球場制覇団ということで ね、まあ、そうだね、それが今回のその43-43の記録にくっついてきたと。あ、何かくっついてきますね。いや、何かくっついてくるし、うん、やっぱ彼しかわからないなんか領域みたいなのがあるんだろうな、やっぱ。なんていうの、プレッシャーじゃないけれども、なんかあまり関係ないようにね、感じますよね。まあでもね、俺が感じてて、あの感じるのは、すがすがしいなって感じるのは、やっぱチームの勝利のために働いてるという、うん、記録のために走ってるんじゃなくて、うん、記録のために打ってるんじゃなくて、やっぱ勝利のために打ってる姿がやっぱこういいね。やっぱ強いチームにいる選手って、やっぱそういうことがあからさまに分かるからいいね。さらにね、もうそういうチームでも、そこ全くだから自分の記録とかね、うん、個人的なこと考えてたら、やっぱ少しちょっとね、溶け込めないまではいかないけど、うん、ちょっと浮く部分もあるかなと思うけど、まあまあ、それもそうだし、逆にプレッシャーになるかもわかんないね、うん、だから勝つためにとか、そういうことだとやっぱプレッシャーもかかるだろうけども、うん、自分が勝手に記録を意識するよりはプレッシャーはないかもね、そういう変な、うん、だからまあ純粋にやっぱり野球ができてるんだろうなという、ことも感じるしね。チームメイトもね、すごい喜んでくださって、ね、まあまあそうだね。だからまあそれだけチームメイトもともうまくやってるだろうし、やっぱりそれだけね、それだけリスペクトされてるというね、うん、ね、まあそういうことがすごく伺い知れるんで、すごく安心するな、まあね、この遠く離れた日本でもね、うん、このおじさまももう本当に喜んで、まあ喜ぶっていうか、もう、もう、あの、尊敬しかないな。だからもうそういう気持ちがね、うん、湧くっていうのがもう誰も疑いもないし、まあそうだね、もう、うん、だいぶお年は上ですが、豊さんの方が。だけど関係なく尊敬できるな、そういうね、存在ってすごいね、うん、他にいないでしょう、なんか、ね、野球人としてやっぱこの数字っていうのは本当努力してはあのしないとやっぱ到達は絶対できないよ、ね、そうするだけではね、でましてやピッチャーをやりながらっていう、だから裏でどんな努力をしてるんだろうっていうさ、そういうことを想像するだけでも尊敬するし、うん、ねえ、なんて言うんだろうな、やっぱこう強いチームに入ってやっぱそれなりのプレッシャーもかかるだろうけども、それを跳ねのけてね、えだってメジャーで、うん、あれだけの歴史があって、あれだけの有名なプレイヤーがいて、スーパースターがいて、うん、その中到達したのは大谷だけだよ、4-3-4-3って、うん、大リーグ史上初のっていうことですね。いやすごいよ、まあ 50-50 っていうのがね、もうそう、まあ、さらにね、どうなのってなるけれども、まあ、前回より6試合ほど減って、うん、まあ27試合ね、残りね、約ね、あと7本7個どうだろうね、うん、まあ、でもペースとしては変わらないんだよね。いや、ペースとして3試合ごとに1個乗れば、ね、やっぱね、盗塁はできるわ、うん、前にランナーがいなければこれは確実に50はいく、うん、だけどやっぱこう対策してるよね、高めとか、まあそれも跳ねのけていくだろうけども、だからまあやっぱホームランがあと7本打てるかどうかだよね。まあでも簡単に打ちそうな感じはするな。この間の 40-40 の時より 43-43 の時の方が 50-50 に近づいたなっていう気がする。あ、全然するいやだって 40-40 やった後にやっぱある程度記録通過点とはいえ、まあ、やったんだというこう安堵感みたいなね、うん、まあ、そういうこともあるかなと思ったら、すぐ次の日かなんかに41本打って、ね、っていうこともあるし、次の日じゃなかったんじゃない、まあ次の日か、なんかこの動画を上げた時にはもう打ちましたよみたいな感じだった。まあまあそうだな、ね、うん、かもわからんな、うん、いやだからまあ俺は行くと思うけどね、まあ行った瞬間にはまたね、動画も上げたいしね、お祝いをしたいよなって思うよね。ねえ、でもなんだろう、本当にこんなにね、次から次へといろんなことを打ち立てていく大谷選手ね、うん、いやでもね、あからさまにもう対策してきてるから、その対策がまたそのダイヤモンドバックスは高め、次のカードにはどうやって攻めるのかなと思って。でもね、もうなんか対策のしようがなくなってます。いやまあこれだけの成績を残すと
しようがないとは思うよ。じゃあ豊さんがもし大谷選手と対戦するチームの監督かコーチだった時どうするの？まあ必要以外は逃げろっていう。え？ボールってこと？いや必要以外は勝負するなって。まあ例えば例えばよ、二三塁にランナーがいると、これは満塁にしてもいいとって言うよ。いや本当にランナーなしね、大谷翔平そしたら勝負しろと。でももう遠い一番低いところで勝負しろと、あとは投げるなというようなことを言うよ。それを打ったらもうない？いやそれも打ったらもうお手上げだから。そういう状態ね。もうね、高めも打つ低めも打つね、変化球も何もかも打つ、片手でも打つ、もうこうなってこないとやっぱこの数字は残ってこないだろうし、だ対策のしようがないと思うよ、うん、その中の一つにダイヤモンドバックスが、うん、やっぱ高めっていうことを一つの、あ、なんていうかな、藁をつかむような形で行こうっていうことで決めたと思うんだけど、簡単に打たれたよ ね。例えばすっごいタイミングの取りづらい超変則のピッチャー、あ、それもあり、それもありだと。そういう感じとか、うん、いろんなものを投入していくしかないから。でもほとんどタイミングの取り方っていうのは取らないからね、足をスッと出すだけだから大谷選手の力ね。そうそう、うん、いやだから、まあ、対策のしようがないかもわからない、うん、まあ、これはやっぱ大谷に隙がないっていうことだよね。そう、うん、もうね、野球では隙がないけど、この間はワンちゃんがね、始球式した時は、うん、まあ、まあとても緊張したらしいのでね、もう人のことは緊張するけど自分のことはあんまり緊張してないみたいな、ね、人のことしたら自分のワンちゃん ね、まあ、ね、デコピン君が、まあ、そうだ、そう、でもそういうことを聞くと、あ、人なんだなって思ってたけど、うん、ねえ、大谷選手本当いろいろと素晴らしい記録を次々打ち立てますが、まあそうだ ね、 ね、まあ今日はね、まあ、速報として、うん、お伝えしました。もうこんなことしてる間にもなんか記録が生まれそうで、いや本当だよ、ドキドキですよ、本当だよね、うん、だからもう本当に目が離せないし、そう、だから今年はワールドシリーズ、ね、制覇して、世界チャンピオンになるんじゃないかという、大谷君にとっては、ね、いろんな意味で忘れられない2024年かもしれないですね。まあ、WBC を取って、うん、次は世界一を取るというね、チームで ね、まあそれの夢に向かってこんなに早く達成してしまうのかというようなことがありそうですけど、うん、まあ、あるよ ね、まあとにかく、はい、ね、もう一番の敵は怪我だから。そうよ、デッドボールとか、いや本当、うん、いやだからもうそれはねしないように、とりあえずは通過点として 50-50 を、ね、今目の前の、ね、目標はね、うん、目標はね、うん、達成してください。はい、はい、おめでとうございます。おめでとうございました。